こんにちは、はるあんです。今日は春菊のサラダの作り方をご紹介します。春菊ってサラダで食べれるの？と思ったそこのあなた、思わないかな？思うよね私もね、パン教室の先生に初めて教えてもらったんですけど、その時に初めて知りました。春菊って生で食べれるんだと思って。春菊2袋買ってきたんだけど、1袋100円だったからだけど1袋分まずは作ろうと思います。春菊をジャブジャブ洗います。ジャブ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 。茎はすごく太くて、こうなんか立派な茎の時もいっぱいあると思うので、ちょっとそれだとサラダとして食べにくいので、葉と茎に分けていきましょう。葉っぱをこう、なんだろう、もぎ取るような感覚、葉っぱってこう摘み取るような感じで、葉っぱは葉っぱで分けていきます。こんな感じかな。茎が残りました。サラダの食べる感じ、食感が良くなります。だからこれはやった方がいいと思います。そしてね、この葉がない茎はどうしたらいいのかと、どうするのかと言いますと、これは細かく包丁で刻んでしまいます。しっかりね、茎もね食べますよ。はい、刻みます。刻む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 。春菊の茎はお皿に移します。そしたら次はドレッシング、ソースを作りたいと思います。今日はね、もう先に言っちゃいます。タルタルソースを作るんだけど、ちょっと簡単に今日は作っていきたいと思いますよ。こういう丼とか何でもいいんだけど、レンジが使える容器に卵を落とします。パカ、はい、パカーン。600ワットのレンジで1分加熱したら、こんな感じにふわふわになります。ドーンと卵を入れて、ドン、玉ねぎ、卵と春菊が入っているお皿にみじん切りにした玉ねぎも入れます。マヨネーズー、あとは塩コショウで味を整えます。私はね、いつもこのクレイジーソルトを使ってます。あとはコショウです。よし、完成です。春菊をペーパーの上に置いて、ギュッギュッと押して水気を拭き取ります。あ、もちろんあの、なんだっけ、水切り回すやつあるじゃないですか。うち今ね、それがね、違うものに使っちゃってるのでないんです。なので、まあ大体水を拭き取れたらですね、こうすっごくね長いものはちょっとこうちぎりつつ入れます。生ハム、カルディの切り落としの生ハムを使います。こんな感じでもう本当にザクッと取って、ザクッと、よいしょ、ほぐしながらバラバラと入れて、もうちょっとかな、よし、こんな感じですね。トングに変更、盛り付け、ザクッと豪快に盛り付けていきましょう。ちょっとプチプチ楽しい食感を出したいので、ごまです。ごまをかけます。ごまを周りにこうパラパラーとかけたら、あー、よいしょはい、できた、春菊のサラダの完成。いただきます。ちょっとやっぱ春菊もうちょっと気にしてちぎった方が良かったかもいただきます。うーん、あとは今回は
生ハムを使ったんですけど、生ハムじゃなくてベーコンとか、ベーコンはさっと炒めたりする方が美味しいです。でその時にこうニンニクをねこう入れてとか、唐辛子を鷹の爪を入れて、さらにオリーブオイルで炒めたベーコンと鷹の爪とニンニクを加えてとか、アレンジはし放題なんですけど、生ハムだと買ってきてすぐこう手でちぎりながら入れればできるので楽ちんかなと思います。ぜひぜひシンキックが美味しい季節に生で食べてみてください。シンキックのサラダとってもおすすめです。今日は見てくれてありがとうございます。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃん、バクバク食べるじゃん。もう本当にバクバクやみつきサラダです。バク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 何が言いたいんだろうね。あ、黒板に書いてほしい言葉募集します。コメント欄でぜひぜひ教えてね。バイバイ。